皆さん、こんにちは。滝沢ギター検定検定員長の滝沢でございます。今回のフォローアップ動画、その5では、他の方とのフォローアップじゃないや、他の方とのコラボレーションについてお話をさせていただこうかなと思います。まあ、今回の滝沢ギター検定の中でコラボ部門みたいなのがあるわけではないので、直接受験に役立つわけではないんですけれども、興味がありましたら、そういうのもチャレンジしてみたりするとすごく面白いと思いますので、まあ、本当に余裕があって興味があったらチャレンジしてみていただければという感じです。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今回の滝沢ギター検定って、なんか楽曲 A、楽曲 B、楽曲 C という括りになっていて、それぞれこう3つずつパートがあるじゃないですか。これの目的として、1つの目的として、それぞれの3つのパートを別々の人が弾いたりとかして、なんか1つの動画を作ったりとか、1つの音楽を作ったり、1つの楽曲を作ったりすると、なんかすごく面白いんじゃないかななんていう意図が実はあったんですよ。まあ、正直、結構手間もかかるし、めんどくさかったりもするんですけれども、もし余裕があって、それでも興味がありましたら、ぜひチャレンジしてみていただけると嬉しいです。実際にこう手間暇かけて、なんか1本の動画を作ったりするじゃないですか。そうすると、結構この充実感が半端ないというか、単純に楽しいと思うんですよ。なので、まあ、お仕事とかね、学生さんたら勉強の間とか、ちょっと大変かもしれないですけど、そんなことも検討してみていただけると嬉しいです。で、まあ、僕から、コラボ動画よかったら作ってくださいね、それではとなっちゃうとちょっと雑かなと思いますので、僕から少しヒントをお話しさせていただこうかなと思います。別にこれが正解というわけじゃないですよ。とりあえず、まあ、第一歩として、コラボする相手を探すということですね。一番手っ取り早いなと思うのが Twitter を使うことです。ハッシュタグ、シャープを書いて、滝沢ギター検定って書いて、僕は A の2を弾きたいんですけども、誰か一緒にやりませんかとか、僕は B3 弾けるんですけども、誰か一緒にやりませんか、もしくは逆に C の2を探せる、C の2を弾ける人を探してますとか、なんかそんな感じで声かけをしたりとかすると、まあ、ちょこちょこ見つかってくるかなという感じです。もし Twitter やってらっしゃらなくても、まあ、もうご自身のブログとか Facebook と か、 なんかそういった SNS でもいいですし、あと、まあ、他 の、 その BBS 掲示板とか、滝沢ギター .com の掲示板とか使って、ちょっとそこは探しづらいかなと思うんですけれども、まあ、そういったところを使ってもいいですし、まあ、何かしらの方法でそのコラボする相手を探すということです。逆にそのブログとか、なんか探してみるのもいいかもしれないですね。そんな数は多くないかもしれないですけれども、滝沢ギター検定のコラボ相手を探している人のブログを見つけるとか、ね、探すとか、まあ、そんな感じです。で、まあ、2人以上いればなんとかなる話なので、ちょっと見つけていただいて、まあ、3人だと一番ちょうどいいというか、ベストかなと思います。4人、5人とかになってくると、ちょっとギタリスト5人とかになると、ちょっと多すぎかなと思いますので、その場合は別のパートとか、そういったことを考えた方がよろしいでしょう。まあ、とりあえず2人か3人という感じです。そしたら役職を決めてください。仮に3人だったならば、全体を指揮する隊長と、あと映像班長と音声班長という感じです。それぞれの役割を軽くお話しさせていただきますと、まず隊長というのは別に偉いから隊長というわけではなくて、その連絡ですよね。その連絡とか雑務といいますか。結構そのメールのやり取りとかめんどくさかったりとか、そのスケジュール立てたりとかするのがめんどくさかったりとかして、なんかとか例えばそのこのパートを誰々さん、何月何日まで弾いておいてください、そしてこれをなんかどこどこに上げてください、アップロードしてください、それを僕に送ってくださいみたいな感じで、そのストレージサービスとかを使ってデータの受け渡しとか、あとスケジュールの管理とか連絡とかするのが隊長の役割という感じです。なんかそういうめんどくさそうな小言は、細かいことは全部隊長に任せましょう。で、映像班長は、まあ、その名前のとおり映像を作る班長でございます。本当は、まあ、動画編集ソフトとか使えると一番いいんですけれども、まあ、もしそういうのが持ってなくても、無料の iMovie とか Windows Media、Windows Movie Maker かなとか、 なんかそういうのを使って、まあ、作ると。もしそのメンバーの中に動画編集ソフトを持っているよ、そこそこ使えるよという人がいたら、その方をもう真っ先に映像班長にしましょう。で、その次、音声班長に関しては、単純にその楽曲を作る班長ということです。オケはもう皆さんに配布している滝沢ギター検定素材の中のオケ、ドラムとベースだけ入っているあのオケを使っていただいて、それぞれ皆さんのギターの音を乗せていただくということをしていただきたいんですけれども、ベストなのがやっぱり DAW ソフトを持っていることです。Cubase でもいいですし、FL Studio とか Sonar とかでもいいですし、シンガーソングライターとかでもいいですし、もっと言えば iPad のガレージバンドとかでもいいかもしれない。なんかそういったソフトを持っている人がもしメンバーの中にいたら、真っ先に音声班長に仕立てあげましょう。で、そういうのを特に持っていないよという方は、ちょっと隊長になっていただいて、その細かい連絡とかを取り仕切っていただくと。なんかそんな感じにするとすごく良いかなと思います。
なんかこう、仕事量を一人の人にこう偏らせると、結構この、ね、不満みたいなのが出てきたりとかするので、その辺はうまい具合にバランスをとっていっていただければという感じです。で、役職が決まったら、その次、素材を作るということです。まあ、あれですよね、その弾いている姿を撮るということです。撮影をするということです。これまたいくつか方法がありまして、まずフォーメーション A。一番ベストなのが、全員 DAW を使うことです。何かしらこうパソコンの中に DAW ソフト、フリーのやつでもいいので DAW ソフトを入れて、でそれにこうオーディオインターフェースとかをつなげて録音をして、でその素材を WAV ファイルとか MP3 にして、音声班長の方に送ると。それができると本当は一番ベスト。けど DAW を持っているよという人が全てが全てではないので、その次にフォーメーション B として紹介したいのが、実際にそのビデオカメラとか iPhone とかを使って、録音してしまうということです。なんて言うんだろう。あんまりこう、ね、正しいやり方というか、そんなお勧めできるやり方ではないんですけれども、例えばこのアンプからギターの音を出すとするじゃないですか。そしたら、この録音するなんか iPhone やらビデオカメラとかをできるだけこのチャックに置くんですよ。で、ギター、滝沢ギター検定のその OK に関しては、ちょっと遠いところからこう流すと。例えば、この辺にスピーカーを置いたりとか、コンポを置いたりとかして、自分も聞こえるけれども、あんまりカメラの方には入らないようにするという感じです。そうすると、ちょっとだけこうオケはカメラの方に、このマイクの方にかぶってしまうんですけれども、ちょっとぐらいだったら割と修正聞いたりとかするので、修正聞いたりというか、あんまり気にならなかったりとかするので、そんなやり方もおすすめでございます。ギターアンプの磁石にその録音する物を置くということです。で、その次、最後、フォーメーション C。これはもう、手っ取り早く集まってしまうという方法です。ちょっとこう連絡を取ってみて、もし皆さんがその、ね、お近くにお住まいだったらば、日にちを決めてスタジオ予約をして、でも3人並んでね、なんかこう、初めましてからスタートして、ちょっと雑談をして、じゃあちょっとやってみますかみたいな感じで練習をして、ビデオカメラを1つポンと置いて、スタジオの中にそのオケを流して、3人一緒にこうバッと弾いてしまうと。それが一番手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですよね。ただ、その連絡を取ったりとか、近くに住んでなきゃいけないなんていう条件もあったりとかするんですけれども、もしそれが可能だったならば、一番それが楽しいと思います。楽だし。そんな感じです。で、最後、4、編集後アップロードということで、ここはその映像班長の出番でございますね。動画編集ソフトとかを、ね、うまく使って、なんかこうね、演奏している姿を並べたりとかしてやってみていただければという感じです。ピクチャーインピクチャーってご存知ですか？この画面の中に、またさらにこの画面を埋め込むような感じです。例えば、僕がたまにレビュー動画とかでも、この画面のここら辺に、なんか手元の画面とか映し出したりするじゃないですか。あれはピクチャーインピクチャーという機能なんですけれども、そのピクチャーインピクチャーについて、Google 検索とかで使い方とかやり方とか、扱えるソフトみたいな感じで検索をしたりとかすると、そういうのが出てくると思います。ぜひまだやったことがないよという方もですね、できるようになると結構面白かったりするので、チャレンジしてみていただければという感じでございます。では、だいぶ話は長くなってきましたけれども、僕としては、僕からの話は以上でございます。ぜひ、もし余裕があって、興味があれば、コラボ動画を作成してみてください。とりあえず、興味がある人は今すぐ、公式ハッシュタグ、シャープ滝沢ギター検定のハッシュタグをつけてツイートをしてみてくださいませ。そんな感じで、なんて言うんだ。頑張って。動画作成してくださいじゃないな。日々楽しくギターを練習していきましょう。引き続き日々ギターを楽しく練習していきましょう。そんな感じです。それではまた次回。さようなら。